どうもこんにちは、そうやです。はい、今回はですね、こちら L700S ミラジーの今まで何度か、メンテナンス動画をね、ちょこちょこ上げてたんですけど、この度別のオーナーさんのもとへ旅立つことになりました。で、今回はですね、次のオーナーさんへ引き渡しする前に、今気になってる点だけでもちょっと直しとこうかなと思いまして、簡単なメンテナンスを最後にやっておこうと思います。あとはまあ車をちょっと磨いたり掃除したりですね、まあそんな簡単なところなんで、今回はねサクサクと進めていきたいと思います。それでは早速始めていきたいと思います。はい、というわけで、うちの車として長年活躍してくれたこのミラジーのついに新しいオーナーさんのもとへ旅立つことになりましたんで、今回整備をやっていきたいと思います。早速ですね、このフロント周りの作業から始めていきたいと思います。今回作業しますのはこの、ブレーキディスクの交換と、あとブレーキパッドの交換ですね。ちょっとアップにしますね。はい、見ていただいたら分かる通り、すっごいもうレコード版になっております。この部分ね、2年前ぐらいに新品に全部交換したんですけど、なんかすっごい減り方しちゃってですね、とんでもない状態になってしまいました。この状態ではさすがに次のオーナーさんには渡せないので、今回ねまた新品を買いましたんで交換していきたいと思います。はい、というわけでまずはフロントブレーキの作業から始めていきます。まずはフロントキャリパーを取り外します。それにしてもなんでこのディスクはこんなにレコード状になってしまったんでしょうか。あんまりここまでひどくなった経験がなくてですね、ちょっと原因がいまいちよく分かってないです。パッドの交換した時なんか失敗したんかなと思ったんですけど、一応新品使ってるし多分問題なかったと思うんですが、はい、まずパッドを外しました。ディスクの裏側のパッドはそんなに問題なさそうなんですけど、レコード状になってる表面の方はですね、もう同じような傷がこうだんだんについちゃってるんで、ちょっとね研磨しないと、まあ、使えない状態です。マザイはねいっぱい残ってるんで研磨してもよかったんですけど、もうせっかくだからなっていうことで今回は新品買っちゃったんで、今回はこれもう使いません。はい、というわけで一番状態のひどいフロントブレーキディスクを取り外していきます。ピッチの合うネジを、ディスクのネジ穴に挿してディスクを浮かしてから取り外すだけの簡単な作業です。はい、こちらが、ブレーキディスクですね。私前回失敗しちゃったんですけど、ミラジーノのブレーキディスクは2種類あります。ターボ用はベンジレーテッドディスクです。普通の NA の場合はここソリッドディスクになっております。これだけちょっと注意ですね。いや、それにしても2年でここまでなるか。普通見てください、これ本当にめっちゃレコード状です。まあ、厚みはねまだあるんで、これも研磨したら使えそうですけど、これも新品に変えていきます。はい、というわけで、はい、こちら安心と信頼のリクセルです。しかも安い。これに交換していきます。はい、というわけでフロントブレーキ周りが新しくなって気持ちのいい感じになってきましたね。やっぱピカピカのディスクローターは最高ですよ。一応泣き止め防止のために、パッドの裏にグリスを塗っておきます。はい、そしてキャリパーをかぶせましたら、スライドピンもねグリスアップしておきます。これでキャリパーの動きがだいぶ良くなるんで、交換の時はもう絶対やった方がいいですね。そしてブレーキクリーナーでディスクの油分を落としたら作業完了です。はい、ブレーキの交換完了しました。じゃあ今度はリアの方に行ってみたいと思います。はい、続きましてリアのショックアブソーバーを外していきます。はい、今度はリアショックを交換していきます。ずっとノーマルのリアショックを使って乗ってたんですけど、なんかいつからか分かんないんですけど、右後ろだけすっごい下がってきててですね、あれ、なんか右後ろだけすごいローダウンしてるんだけど、おかしいなーって思ってたら、まあリアショックが完全に抜けておりました。このミラジーノも生産からもう20年も経ってますからね、純正のショックも十分仕事をしてくれたんじゃないかなと思います。はい、こちらがショックアブソーバーです。油漏れの跡がありますね。はい、今回はこちらのショックをヤフオクで見つけた、中古品に交換していきたいと思います。こういう中古のショックをですね買わなくても、カヤ場とかの新品のショック実は売ってるんです。ちょっとねお値段がまあ結構張るんで、今回はこちらを使っていきたいと思います。こちら金額はね3000円くらいです。安かったですね。はい、というわけで3000円で落としてきた
中古のショックアブソーバーに交換していきたいと。さすがに新品のショックアブソーバーは手を出すことができませんでした。買いたいのは1箇所だけなのに、新品買ったらやっぱ全部買いたくなりますからね。さすがにそこまではしなくていいよねっていうことで、これでねちょっと延命をしたいと思います。はい、というわけで新しいショックに交換終わりました。であとはタイヤをつけていきましょう。はい、続きましてオイル交換です。はい、というわけで、早速オイル交換をしていきます。まあオイル交換はね、特に解説することはないですね。まあ、普通中古車を手放すときにわざわざオイル交換して手放す人ってあまりいないと思うんですけど、今回はね、知り合いにお譲りするっていう形になるんで、まあ綺麗な状態にしてお渡ししていきます。動画内で紹介したっけな、このオイル缶ホルダーがですね、めちゃくちゃ楽です。これずっとね欲しくて、この新しいガレージにしたら買おうって思ってたんですけど、実際ね買って使ってみたらオイルの移し替えが本当に楽ですね。これは買ってよかった。アストロとかにもね、セールで結構売ってたりするんですけど、私は今回 Amazon であれ買いました。一応購入したやつを概要欄に貼っ付けておきますんで、よろしければご覧いただけたらと思います。はい、というわけで一通り整備終わりましたんで、ジャッキから下ろして今度は車検です。じゃあハンドル調整しますか。お世話になります。車検に持ってきました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ハンドルの具合が悪いんですか。そう、向きがねちょっと気になるのよ。あ、なるほど。あの個人的な意見としては、もうハンドルもバスバシッと切って、はい、車検は無事通ったんですね。うん、楽勝楽勝、よかったです。ちょっとずれたよ。あ、本当ですね。ちょっと傾いてますね。うん、そっち重量物が乗ったけん、ある程度バスはい、というわけでいつもお世話になっている PRS 叩きさんのところへ車検に持ってきまして、無事合格しました。これ今等角調整してるんですけど、こういう風な機械を使うんですね。初めて見ました。あ、いい感じですね。はい、よし、じゃあ U ターンしよう。はい、おしまいです。はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもございませんでございます。はい、後で車検代言ってください。え、何も言わなかったからさ。あ、何も聞いてない。おう、うん、無料なんやろか。やったー。これ好きかい。というわけで一通り整備も終わりまして、佐々木さんのところで車検も受けて、最後にこの間、ご紹介したマパイで、ボディ磨きとコーティングをしておきました。というわけで私のチャンネルで行うミラジーノの整備は今回で終了です。ちょこちょこっとしたメンテナンスでたまに出てくる程度だったんですけど、ボンネットにラインを入れたりルーフラッピングしたり、あと音のディスプレイオーディオをつけたり、ちょこちょこと、動画に出るシーンが多かったんですけど、今後はですね、この車は若い子が、大事に乗り継いでくれるということなんで、今後も元気に走ってくれると思います。さあ、うちのガレージから車が1台減ることになってしまいました。果たして今後増えることはあるんでしょうか。というわけで今回はここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。